ボーイング・ステアマンモデル75アメリカ海軍風の塗装を施したモデル75ボーイング・ステアマンモデル75はボーイングに買収されウィチタ工場となったステアマンエアクラフトが製造していた服用の練習機である。第二次世界大戦当時のアメリカ陸軍航空軍とアメリカ海軍の練習機として採用され1万機以上が製造された。 対戦後には余剰となった機体が格安で放出されたため、民間でも練習機、スポーツ機として利用されるようになり、現代でモレスト空きや改造機が飛行している。ボーイングステアマン、ボーイングモデル75、K デッドもしくはカイデッドなどの名称があり、ボーイングではステアマン K デイトレーナーと表記している。本項目では便宜上を K デッドに統一する。 1927年に設立したステアマンエアクラフトは民間向けの服用機を製造し、1930年代前半から軍用練習機の開発を開始し基本型となる X-70 をアメリカ陸軍航空軍に売り込んだがこの時は採用されず、新しい初等練習機を検討していたアメリカ海軍が採用した。1939年にステアマンエアクラフトが ボーイングに買収された後も、ウィチタ75として生産が継続され、後にモデル75に名称が変更された。陸軍航空軍では1939年に PT-19 を採用したが、需要が増加したため KDET も並行して採用された。ステアマンは、練習機として、低翼端容器の XBT-17 も売り込んでいたが、こちらは評価試験のみで終了した。 第二次世界大戦の勃発で需要が急増し、大量に生産されたことでボーイングに大きな利益をもたらしたが、抽選により注文がキャンセルされたこともあり、生産を停止した。これ以降ボーイングでは、軽飛行機を製造しておらず、軽デッドが最後の製品となった。軍から払い下げられた練習機が多数放出され、民間で練習機や農業機として利用された。 1930年代には、副用機は時代遅れとなりつつあり、練習機でも、ハフバリバが単用で胴体には、交換骨組みを採用した PT-19 も登場していた。k d ッドは、フレームの一部に木材を使用し翼は布張り、油圧式のショックアブソーバを標準装備しているものの、硬着装置は固定式という球体依然とした設計であった。 しかし、単純な構造のため頑丈で初等練習機としては十分な性能を備えていた。同時期に採用された PT-19 やライアン s t と比べ構造が単純なことに加え、当時は木製服用機の製造に慣れた工員も多く、低コストで大量生産が可能だった。特に戦時中は需要に対応することができたのは K-DET のみであった。座席は訓練生が前。 教官が後ろに座る独立したタンデム式で、風防は全面のみ装備されている。エンジンや車輪は剥き出しであるが一部のユーザーはカウルを装着するなどの回収を行っている。第二次世界大戦後に民間に放出され農業機に改造された機体は、全席を肥料や農薬を散布する装備を搭載するスペースへ転用する例もある。 70年以上前の機体であるが構造が単純な、試整備やパーツ製造が容易なこともあり、現代の基準に適合した、軽機類や無線機を追加したレストア機が10万ドル以下で取引されている。アメリカでは、対戦中の塗装を施したレストア機が各地の航空省で飛行を行っている。アメリカ陸軍航空軍では、エンジンの種類により3種類のタイプに区別していた。 陸軍航空軍向けの総生産数は約6000機以上となっている。海軍向けは黄色く塗装されていたため、イエローペリルのニックネームで知られる。総生産数は約4400機以上となっている。アメリカ軍向けとして開発されたが、余剰機が海外へ売却されるなどしたため、第二次世界大戦後にも初等練習機として使用する軍が存在した。 元が練習機であるため操縦しやすく頑丈であることに加え戦後はアメリカ軍の放出品が低価格で出回った民間でも練習機として使われたほか農業機として改造された機体も多く存在するまた格安ながら高度な極技飛行も可能であるため極技飛行の愛好家を中心に人気が高いウィングウォークを行う極技飛行チームでは ピッツスペシャルと並び数少ない選択肢の一つである。出展、ユナイテッドステーツミリタリーアクラフト新ンス1909諸言性能。ありがとうございます。